はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。かえでさんちへようこそ。はい。道志村でね、千葉県の家族の女の子が、道志村で、ね、いなくなってしまったっていう、まあ、事件、事故っていうのがありましたね。もう1年ぐらい経って、1年も経ってないか。そのことで、まあ、誹謗中傷っていうのは、まあ、ご家族の方に行って、もしかしたら、ね、あのお母さんが、もしかしたらっていうこともありまして、まあ、私も人のこと言えないんですけど、なんか不審な感じがするなっていうことは、ちょっと言っちゃったんですけど、まあ、それは、まあ、しつこくはね、その後、お母さん、が怪しいよねっていうことはあんまり言わないようにしてたんですけど、昨年9月か9月に、まあ、行方不明になった子小学生の母さんに対するその SNS に使って落としたとして、脅迫の罪に問われた、まあ、静岡県のいる被告の初公判が10月の14日に、千葉県の地裁で開かれた。被告は起訴内容を認め、逮捕に自分自身もに、ね、インターネット上で誹謗中傷を受け、まあ、被害者 の, そのお母さんの方の気持ちがね、身にしみて分かったということですね。検察側は懲役6ヶ月を求刑し、結審した。で、起訴状によると、昨年の10月の22日から今年の2月の24日、約半年ぐらいかな？計算ちょっと間違えてたらごめんなさい。お母さんの方の Facebook の方に、お前がね、犯人だろうと。お前が早く、実しろと。というようなことを11回にわたって、まあ、スマートフォンでメッセージを送信して、脅迫したとしている。で、論告では、検察側は、まあ、不安な日々を送る、被害者に理不尽なメッセージを送りつけたし、まあ、送り続けたと指摘。で、SNS 上には、ね、お母さんの方を中傷する投稿がこの被告以外にも多数あり、特に被告からの、まあ、包丁を持って殺害しに行くぞっていうような言葉は、被害者に対して現実的に、ね、恐怖を感じさせたと、非難した。で、さらにインターネットや SNS の悪質な投稿によって大きな被害が発生しているとし、対策は急務で一般予防の観点から、厳罰に処する必要があると訴えた。弁護側は、智子さんを、そのお母さんの方を犯人と決めつける情報を妄信し、根拠のない怒りがあったとしている。誹謗中傷されるように真摯に、反省し、被害者に辛い思いさせたと、謝罪してる。まあ根拠のない怒りっていうか、多分本当になんで出てこないのっていうのがあるんでしょうね。誹謗中傷をしている人たちの中では。で、こうなったのもお母さんが身を剥がしたからだっていうのがあるね。まあ、小学校、まあ8歳10歳ぐらいだと、まあ、それでも一緒に行った方がいいよってね、いう人が多くて、
私もまあね、そう思ってしまう部分がありますけども、なんで一緒に行かなかったのと、一緒に行くよってなんで言わなかったのって、ね、そうしたのが行けなかったんじゃないのって、っていうのもあるんだけど、もう他の人がね、なんかこの方とは別の全然知らない人なんだけど、ある日、まあ、家族で、デイキャンプかな、一泊かなんかの、キャンプ場に行って、やったんですって、キャンプをね。そうしたらやっぱいろいろと大人は大人で、そのなんだろう、ターフをやったりだとか、なんだろう、そのセッティングをしなきゃいけないじゃないですか。机を作ったりだとか、材料を作らなきゃいけない。でその時に子供も一緒に手伝ってくれるかっていうと、最初から最後まで一緒にやってくれる子ってあんまり少ないと思うんですよね。途中で飽きたりとかしてて、お母さんちょっと取り行きたいとか、つまんないとか言ってブーブーブー言う子もいるだろうし、でその時に車でおとなしく、車の中でね、おとなしくしてくれればいいんだけど、そうも言っていられないね。そこに、そうも言っていられないし、で、じゃあちょっとそこら辺で遊びにできなさいっつって言ったとしたら、まあ変なとこに行っちゃったりとかさ、隣ぐらいの方まで、その、もう知らないお家のね、ところまで行っちゃったりとかしてて、ヒヤヒヤしたっていうお母さんもいて、そうそう、ずっとその自分の目にも届くところにいるかっていうと、そうでもないよね、子供はって。いうことをおっしゃっていた方がいらっしゃって、ああそうなのかって、私自身子供はいないし、そういうキャンプ場に行ったことがないんで、でね、複数人というか、なんだろう、複数の家族で行ったとしても、ね、それ大人一人が、なんだろう、子供たちをこう、一緒に遊んでくれる人がいるかっていうと、まあいるだろうけど、で他のね、大人の人にちょっと何々さんちょっと手伝ってって言われると、そっちの方に行かなきゃいけないから、いつも子供たちと一緒にいるかっていうと、いられない部分があるし、でね、子供たちの中でも本当に中学生ぐらいの子が、中学生、高校生ぐらいの子がいたら、まあ、まとめ役としてね、ちょっとお願いできるかって、できるだろうけど、って感じなんだよね。皆さんどう思いますか？まあね、こういうことでね、まあ、なんだろう、こういう誹謗中傷をずっと言ってると、こういうふうに逮捕されますよっていういい例、いい意味でのいい例ができたからな、よかったんじゃないかなと思いますね。皆さんどうでしょうか？もしよろしければご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。